鈴木 GN、鈴木 GN125GN125GN125 GN GN とは、鈴木が製造、発売するオートバイである。本校では、1980年代に販売された、日本国内生産車種と、1990年以降に、日本国外で OEM 生産された車種とを、GN125 として開設するとともに、 関連する派生車種についても合わせて解説する。1980年代前半に GN400、GN250、GN125、GN80、GN50 と5つの排気量クラスで販売された、アメリカンタイプの車種、GN シリーズの一角として発売された。アメリカンフローロングのフォルムを持ち、ティアドロップ形状の燃料タンクを採用。 空冷単気筒エンジンを搭載。キャストホイールを採用、ビジネスユースも意識したオールマイティな仕様となっている。GN125 は1 2 5 c c ンストローク単気筒エンジンを搭載し、1982年4月に発売された。日本国内では、全車 GN125E という名称で販売されていたが、これは発表当時の命名基準に倣ったためであり、 スポークホイールの設定があった日本、国外輸出向けモデルには、GN125 が存在する。なお、工述する、中国生産 GN125 は、全社キャストホイールであるが、上記の命名基準に習わず独自の命名方法を、行っている。大幅な変更もなく18年間にわたり生産され、続けてきたが、販売台数が減少したことに加え、最新の、 ハイガス、騒音規制へ対応させることが難しくなったために、1999年日本国内での販売は終了になった。日本国外向けはその後も数年間生産を継続。現在では、鈴木から技術供用を受けた、中国のオートバイメーカー大調工集団が、中国、関東省にて、GN125 の OEM 生産を行っており、 平行輸入という形になるが、日本国内でも購入することが可能である。また2016年現在、ニュージーランド向け仕様として、GN125H も販売されている。なお、中国では、中小のバイクメーカーが、GN125 の構造の簡易さに目をつけ、鈴木の許可なく、模倣を行っており、数多くのコピー車が出回る事態になっている。 日本国内生産 GN125E 中国大超高集団製 GN125 兄弟車としてスポーツタイプの GS125E が1982年に発売された。中国では 125cc 級オートバイの人気が非常に高く GN125 をベースに下記の派生モデルが開発されている。AN125 から通 a 中国大超高集団製。 ジーズ 125HS ありがとうございます。